みんなのおかげだよ。 ああ、俺がやった。やってやったよ。あいつのアカウントぶっ壊してやった。アカウント破壊なんて初めてやったけど、うまくいったよな。これでようやくお前の敵が取れたよ。俺とお前でついに犯人を倒したんだ。お前の人生めちゃくちゃにしたやつだぜ。これだけやってもまだ物足りないよ。なあ、アカウントも取り返せたんだよな？ そうだな。俺も一緒に探すよ。なあ、さっきカフェで言いかけたこと話していいか？ここに来て分かった。やっぱりお前は俺のヒーローだ。俺、お前と一緒にエデンの最強になりたい。全てのハッカーを導くヴァンガードになりたいんだ。 エデンに落ちてる古いデータファイルで見たことがあるんだ。そういうハッカーの称号がある。それはレジェンドともギークとは違う。一人で頂点を極めるんじゃなく、多くのハッカーを導くことができるもののことなんだ。でもこの称号にふさわしいやつはめったに現れない。そのせいで称号自体が廃れてしまったらしいけど、シガやカヤバ、 ホサが見て分かったな。ハッカーはみんな、ろくな奴らじゃない。どいつもこいつも犯罪に走って、俺たちみたいな弱い奴から搾取することしか頭にないんだ。でも俺とお前なら真の正義のハッカーを目指せる。俺と一緒にエデンでそういうハッカーになってほしい。本当の意味で俺の相棒になってほしいんだ。 なんでだよ。今の自分はフーディエとか。お前まだあいつらのこと信じてるの？そうだよな。お前ってそういうやつだもん。
それ言うの結構勇気いったんだけどな。冗談だって、ちょっと困らせたくなったわよ。これからも俺とお前が親友なのは変わらないだろ。ならいいよ。俺はさ、帰ろうぜ。こんな気持ち悪いとこいつまでもいたくないしさ。おや、いいのか、このまま行かせちまって。うるさい。いいわけないよな。本当は悔しくてたまらないはずだ。俺には聞こえるぜ、お前の声が。安心しろよ、お前の願いはすぐに叶うぜ。叶えてやるんだ、この俺が。ところで何やってんだ俺。くそ、出せ。これじゃリュウジからもあいつからも逃げてるみてえじゃ。でも会って何を話せばいいのか分かんねえっつの。お前ひょっとして俺を慰めてくれてんのか。なんてな、ただのプログラムが勝手に。変なこともあるもんだな。そういや、お嬢のワームモンも変わってるもんな。分かったよ、少し頭を冷やしたら帰るよ、みんなのところへさ。ここちょっとした思い出があるんだ。俺とリュウジ、それに新た、3人で初めて大掛かりなハッキングに成功した日にここで柔道を作るって決めたんだよ。楽しかったよな、あの頃は。柔道でバカやってレジェンドにまで上り詰めて、一体どこから道を間違えちまったんだか。サッカーチームを作りたいの。お兄ちゃんを説得するの手伝って。ああ、そういやお嬢に頼まれたのもここだったな。お嬢、言えねえよ、リュウジがあんなことになってるなんて。